今回紹介するのは、日本一役に立つ、竜の授業という本です。大好評を博した、妻に龍がつきまして、の続編、登場。竜と出会って、あ、という間に幸せをつかんだ夫婦の実話です。龍って何という基本的な疑問から、 日々の生活がハッピーになる竜との関わり方までこれ一冊で竜のすべてがわかります新しい時代のスピリチュアル2012年にアセンションが起きると言っていましたがほとんどの人が何も起きなかったじゃないかと思っているのではないでしょうかだからスピリチュアルなんて信用できないとしかし私はそう思いません2012年以前は スピリチュアルな存在が話すことはごくごく限られた能力者や教会の聖職者のような選ばれた人のみが聞けるのであり一般人はそれを敬って聞くか質問があってもそういう人をかしてでなければいけないという意見が主流でした今でもそう思っていいる人は多数いますしかし現実はどうでしょうか スピリチュアルな世界との垣根が低くなったかのようにスピリチュアルな存在とコンタクトすることは誰にもでもあなたにもできるという話が広がり始めましたこの本も例外ではありません。竜人と友情を結ぶ方法が明記されており契約や召喚するべきものではないと断言されていますそれが今の世の中なのではないでしょうか。世界は混沌とし 何を信じていいいかかわらない時代ですしかしこの本と前作は今はそういう破壊と再生の時代であることだから何をした方がいいかすべきだということは魂のレベルからするとないということが誰にでもわかるように議論されています竜神に心惹かれる方はぜひ手に取ってみてほしいと思います。 あなたもリ人と友情を結ぶことができるのですから以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします